それでは大変お待たせいたしました。これよりアジア自由民主連帯協議会第25回講演会チベットの現状と今後の運動展開ということで、本日は党協議会の会長でございます手間ギャルポよりお話しいただきます。開会に先立ちまして、本日3月11日は東日本大震災から6年目となっております。まずはじめに、東日本大震災の犠牲者の皆さんに1分間の黙祷を捧げたいと思います。そして続いてこのチベット放棄以降亡くなったチベット人に対し黙祷を捧げたいと思います。それではご起立お願いいたします。東日本大震災の犠牲者の皆様に黙祷。ありがとうございました。それでは続きまして、チベットの犠牲者に黙祷を捧げたいと思います。黙祷。ありがとうございました。お参りください。ご着席ください。本日は遠方からまた、たくさんの著名な方々もご参加していただいておりますが、ご紹介は講演が終わってからさせていただきたいと思います。それでは早速、講演に移らせていただきます。それでは手間ギャルポ様、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。今日は長年このチベットを支援してくださった方々、また今頑張っている方々たくさん見えておりまして、本当に嬉しく思います。マイクなくてもいいですか？本来であればですね、50数年間私たちは毎年この時期に、今度こそは来年ラサで乾杯しようと言い続けてきました。で、今日は一番最初、現状と今後の活動展開ということですけれども、まず何よりも言わなければならないのは、これから話すことは全て私個人の責任であって、特にですね、政府あるいはもちろんそのかつてはですね、政府一員としてやってきましたし、または活動している人たちを代表して話しているのではないということを前置きしたいと思います。で、日本で50年間生活をして、本来であればそろそろですね、今日の演説あたりで、独立に向けてとか、あるいはこういう国を作りたいというようなビジョンがあったら一番いいのではないかと思いますけれども、残念ながら60年近くなってもですね、チベット問題は悪化することになってもですね、あんまり良くなってはないと思います。もし何か評価できるものがあるとすれば、チベット問題が世界的に一応分かるようになったと、これは評価できることだと思います。ただ残念ながら、そのなぜそもそもチベット問題なのかということを考えるとですね、やや喜べない部分もあります。で、なぜかというと、今チベット問題で一生懸命やってくださっている方々は環境問題とか人権問題一生懸命やっております。もちろんこれも大切な問題です。しかし、そもそもチベット問題とは何かというと、一国の独立国家が他の国に侵略されたと、そしてその独立をもう一回取り戻そうというのが本来のチベットの目的であり、またそれが目標であるべきだったと思います。そういう意味では、今もう一度我々も考えなければならない時期に来ているのではないか。で、幸いにしてというかですね、
今の北京政府、一見非常に強く見えますけれども、また総合的に見るとですね、そろそろ自らのさまざまな矛盾からですね、崩壊する可能性もないわけではない。かつて私の恩師の蔵前先生がソビエトが崩壊するということをおっしゃってご本人も書きました。その時ですね、周りからそんなことはあなたの推測に過ぎないと、小説だと言われていろいろ批判を受けました。しかし先生は後のご本の中で必ず中華人民共和国という帝国も滅びると、そういう日が必ず来るとおっしゃってましたけれども、残念ながら先生が健在の時にはそういうことが起きなかった。だけど私はまだそれが先生の予測というか、まあ、予言が神様とか宗教からやることですから、戦争の場合にはいろんな状況から見て予測ですけれども、その予測が当たるのだろうと信じております。で、まあ、現状について言う前に、そのチベット問題について今日はちょっとまず話をしたいと思っておりますけれども、一つは私たち自身もですね、まだ自分たちチベット人自身が自分たち自身が確認しなければならないことも、それは何かというと、今のダレラマ法王の時代になって初めて私たちはある意味で統一した国家になりました。それまでは中央政権がありましたけれども、まあ、世界中と同じように私たちも中世から、まあ、近代に入るのにですね、ちょっと出遅れました。ですから中華人民共和国という国がチベットを侵略した時は、まだチベット自身が本当にですね、近代国家としての形があったかというと、必ずしもあったと言い切れない部分があります。それから日本が1800年代に明治維新を行いましたけれども、それまでは多分文化の面において、あるいは歴史の面において、あるいは民族の特有性、どう考えてもですね、日本に負けないぐらい の国家としてチベットが存在したと思います。中国はチベットが野蛮で、そして非文明国家で文明の光を照らしたと、そしてそのためにチベットを封建社会から解放したと言っていましたけれども、封建性がないわけではないと思います。だけど文明の面においては、皆さんポタラ宮殿一つご覧になっていただいてもですね、あれだけの技術が時代にあったということ、そしてチベット医学、あるいはそのチベットの先生術、あるいはチベットの歴史、特にまあチベットの歴史の場合には宗教を中心とした歴史ではあるけれども、素晴らしい書物がたくさんありました。そしてインドの仏教の教えもですね、世界で一番多く翻訳されているのがチベットです。普通私たちはお釈迦様の教えが8万4千があると言いますけれども、少なくてもですね、チベットで約4千が翻訳されて、中国には2千ぐらい翻訳されて、日本には200ぐらいしか来てないわけです。まあ、そういう意味でですね、チベットは決して非文明国家ではなかったということです。だけど残念ながらチベットは世界中が近代化して、そしてその近代国家として中央主権国家を作ったときにですね、私たちはヒマラヤの口でですね、自分たちだけの平和な生活をし、そして鎖国政治を約400年取りました。この鎖国政治によって私たちは自分たちの文化文明を発達させるには大いに役に立ったと思います。しかし近代国家としては出遅れました。これが多分ですね、私たちが今直面している運命の原因であります。で、1949年に中華人民共和国ができ、そしてすぐ毛沢東はこの革命は本来我が祖国、この中国的な我が祖国ですの領土を全部解放するまではこの革命は終わらない。そしてその中にはもちろんチベット、あるいは東トルキスタン、南モンゴル、あるいはその日本の尖閣諸島、あるいはその琉球、沖縄も含めてのことであります。彼らが直接的間接的に一度たりとも
影響力を及ぼしたり、あるいはかつて朝貢を受けた国は全て中国の一部であるという考え方に基づいて、そして一番近くて一番まあ武装してないお坊さんが27万から30万人ぐらいいてもですね、軍隊が2万人しかない国、まさにですね、あのどうぞお貸してくださいというような環境にあったチベットに入ってきました。1950年、そして1951年からに17条条約を結びました。17条条約を結んでから約8年間、1959年3月まで、残念ながらチベットは中国の一部でありました。これは認めざるを得ません。なぜならば1954年の中国の憲法を作りました。49年に独立したけど、中国憲法ができたのは54年です。この時にはダライラマ法王もパンチラマ孫子も、あるいはその他チベットのそうそうたる方々がこの人民大会に参加して、そして一票を投じているんです。給料ももらっているんです。しかし1959年ダライラマ法王がインドに亡命してから、ティスプルというところで3月にもうあの条約は無効であるということを発表しました。ですから私個人の考えでは、あの瞬間からチベットは占領下の国家です。私たちはまだ国家であるはずです。なぜならばチベット人の自発的な、あるいはそのチベット人の同意を得て今中国がチベットを支配しているのではありません。彼らは条約をことごとくこう約束を破りました。あの条約の中では少なくてもチベットの外交防衛以外のことに対しては尊重するということを書いているんです。そしてそれまで本来であればダライラマ法王は私たちの宗教政治上の最高の地位ですけれども、パンチェンラマ孫子はダライラマ法王の先生であって、決して副大統領みたいではないんです。副王様でもないんです。中国はわざとですね、チベットの中で分裂を作るために意図的に法王、そしてパンチェンラマというような仕組みを作り、そしてその中国はあのダライラマ法王を中国とチベットが一つになるための準備委員会、つまり自治区の準備委員会の主席、副主席に任命しました。この状況においては残念ながらまだあの東チベット、そして今の青海省安徽地方、この辺に関してもですね、あまり明確なそのチベットとしての立場を明記してないんです。むしろその多くの東チベットの人たち、あるいは安徽地方の人、その人たちもですね、長い間中央政権に対して権威として存在したけど、国家の近代国家としての権力ではなかったと思います。ですから東チベットで1957年最初の決起が起きてもですね、中央政府はこれだということを手を打つことができなかった。しかしインドに来て1963年、チベットの各種族、各宗派のトップみんなが初めてですね、ダライラマ法王を頂点とする、そして自分たちのまあ日本で言ったらですね、あの藩の権限を当時こうあの中央に編集したような形でインドのブッダガヤでそういう誓いを立てました。そしてチベットのゲリラ、当時私たちは天孫を曲がると言って、天孫というのは仏教を守る、私たちにとっては仏教イコールチベットの文化であり宗教であり、チベットそのものです。そしてこの天孫を曲がるの人たちの誓いは、最後の一滴の血をまで祖国の独立のために使うということでありました。さらにその後1972年までゲリラ活動をしていました。
そしてこのゲリラ活動に関しては皆さんご存知のようにアメリカの支援もありました。インドは当初はあまり積極的ではなかった。インドとしてはできれば、特にネール首相としてはチベットを不干渉地帯として中華人民共和国と直接ぶつからないために残した方がいい。でそこにアメリカとかあるいはヨーロッパの国々がもう一回そのチベットを助けるというような意味で入ってきたら、せっかく日本の先の戦争の結果独立したアジアの国々、アジアにもう一回西洋の勢力が帰ってくる、そのようなことはネイルは望まなかった。したがってインドもですね、最初はこのゲリラ活動あるいはアメリカが関わることについては必ずしも積極的ではなかったです。しかしインド自身が中国と友好条約がありました。インドと中国は1960年代まではインド地に売買、バンドン会議においてネール首相と将来、特にネール首相の発想で平和五原則、パンチャシーラ、パンチャシーラはサンスクリット語です、中国語ではありません。日本の学者によってはこれは将来の哲学だと言って、その将来の哲学でないということは名前から言っても分かります。その平和五原則の最も大切なことはお互いの内政干渉しない、他の侵略、他の国を侵略しない、主権を尊重する。ですからネイルは非常に理想主義的な要素がありました。ですので例えば1957年法王がインドを一旦訪問してそのまま残ろうとした時も首脳らが来てネイルを説得して、でネイルは帰ってくださいと、あと我々が仲介して、そしてそのチベット問題は平和に何とかしましょうというようなことを言ってました。しかし1962年、インドそのものが突然中国に侵略されました。ネイルはショックを受けました。サルダル・パテルはじめ当時のインドの国民会議派の、まあ、世間でいう右派、この人たちからもですね、言ったんじゃないかと。なぜかというとサルダル・パテルは1951年にもうすでにですね、武力使ってもチベットを支援した方がいいということを提言しているんです。しかしネイルは、いや、これは平和的に解決できる、シオーラと私の人間関係があるなどと言って、そのパルディさんとかそういう人たちの意見は聞かなかった。ですから当然インドは第1回目の中国との戦争では負けました。なぜ負けたかというと、インドは戦争するつもりがなかった。中国はチャンスがあればという準備をしていました。しかしその中国の準備もですね、当時はまだ不十分でした。一つはまだ道路がない、軍は簡単に入れない、それから高山病にかかる。中国人自身はチベットに戦いに来ても高山病にかかる。だからモンゴル人とか他の民族を使って高山高地で戦える人たちを使ってきましたけれども、その人たちは積極的に喜んで兄弟たちを殺すようなことしないですよ。で彼らはインドのアルナチャル州、約2週間3週間ぐらいで結局撤退しました。一昨年僕はアルナチャル行きました。でその時アルナチャルの人たちが言うのは、決してその後インド政府が力づくで中国と戦って、あるいはインド政府が政治力で中国を説得して撤退したわけではない。何かというとですね、中国人が来てその現地の人たちに、あなたたちは私たちと同じ顔だ、兄弟だ、あなたたちを助けに来たと言ってもですね、彼らは兄弟じゃない。中国は今のようにですね、ロジスティックなせないんですよ。で彼らは協力しなかった、食べ物でさえ協力しなかった。
そして冬になりました。そうすると中国は撤退せざるを得なかったんです。でその後インダラ・ガンディ、ネルの娘は2度中国と戦争したけど勝った。それはインドも学ぶことがあった。ですから1962年3年になってインドは初めてダライ・ラマ法王をインド国内において国家元首並みの扱いをするようになりました。そしてニエルは法王に対してですね、長期戦になるかもしれない、だから私たちインド政府はあなたの国の人たちをいろんな学校に入れたりインド社会に受け入れるのは簡単だけれども、そうではなくて自分たちの学校を作りなさい。チベットの学校を作るとそこは私立の学校ですから、インドのカリクラムやらなくてもいいです。そこでチベット語を教える、チベットの歴史を教える、チベットの文化を維持する、チベットの音楽を教える、そしてチベットのお坊さん一人は必ず学校に精神指導として行きました。そういう配慮をするようになったんです。ですからそのおかげで今日も僕は時々ですね、人民解放軍の柿色の軍人と私たちの赤色のお坊さんの軍人、どっちが勝っているということは世界的には多分私たちが勝っているだろうと。それはなぜかというと、幸いにして1960年代ベトナム戦争などもあってアメリカを中心として世界中のある意味で精神的な空白がありました。そこでビートルズとかインドの聖者シリマエレシオニとかそういう人たちが出てきて、それと一緒にミラレッパ、チベットの聖者ミラレッパが最初に注目されました。そのきっかけでチベットの死者の生が外国に知るようになりました。それからチベットのお坊さん、一番最初に外に出て活躍したのはスコットランドにいらした先生2人、それからアメリカに後に1人が交通事故にあってアメリカに行ったんです。あれもね、偶然じゃなくて本人は帰ろうと思った時に車の事故にあったんです。でそれで時たまその運転してたのはアメリカの金持ちの女の人だった。でそれがアメリカに招待して、でアメリカその人を通してアメリカで教えるようになりました。その次がカルマッパ、カルマッパに対しては中国人の香港にいる人が協力しました。それから日本人でアメリカ人と結婚した辰村さんの妹さん、そういう人たちが少しずつチベットの王さんたちを西側に呼ぶようになって、で最初はどっちかで言えばカルレンボチェとかチベットの学者よりも行者の人たち、それからアメリカにおいてはですね、アメリカンインディアン、特にホビットの人たち、彼らの伝説の中にいずれ東から赤い衣を着てくる王様が来ると、聖者が来るというようなことがあったというようなことであって、最初はそういう人たちが私たちに関心を持ちました。日本でも残念ながら東大をはじめとしてインド哲学の延長線でチベット仏教はありましたけれども、それはあくまでもインド哲学の延長線でしかなかった。チベット仏教について研究してなかった。むしろ最初に力関心を持ってくださったのは今ホビッツ村にいる当時の日本のヒッピーたちでした。この人たちがチベットに関心を持ってもらいました。似たようなことが世界全体がそうだったと思います。正直言って最近はチベットの支援者、外国でもですね金持ちがいっぱいいますけど、最初にチベットに関心を持ってくれたのはどっちかというとヒッピーのような人たちで、なんとなくですね、
インド行って、そこで麻薬でもやって、そして人生をこう考える余裕のある人というか、そういう人たちがチベット仏教に関心を持ってくれたんです。そのおかげでチベットは知られるようにはなりました。だけどそうこうしているうちに1972年中華人民共和国はアメリカと関係ができ、アメリカは私たちに対してあと6ヶ月でゲリラに対する援助を打ち切ると言いました。その時ネパール政府に対して中国側からインドが、中国、アメリカ両方から圧力がかかりました。ネパールのマヘンドラ国王は最後の最後までチベットの人たちに対して非常に親切でした。ムスタンを基地にして我々が戦っているそのことで、そこでその最後にゲリラの人たちは結局ネパールからも追い出さなくちゃならない。中国は向こうから追ってくる。で、法王は少なくても他の民族の地を私たちのために犠牲にしてはならない、だからネパールと戦ってはならない、ですからネパール軍に降伏するということをおっしゃいました。最初何名か行って法王のそういう命令を伝えたけど、みんなあんまり信じないんですね、ゲリラの人たちは。中にはですね、友達と誓ったと、で最後まで戦う独立のためにって言って、でその友達が死んじゃってる。だからその友達に対してもですね、自分は戦わなければならない。で最後にプリソル・タクラさんという法王の義理のお兄さんが法王のテープを持っていって、そしてそのテープをゲリラに聞かせたんです。それでも一部の人たちは中国あるいはそのネパール軍に降伏するんだったら自殺した方がいいって言って、自分自身に鉄砲のここにつけて死んだ人もいるんです。僕が日本に来るときに、もしかしたら僕の代わりに来る予定の人もいたんですよ。で、学校にいるときはですね、なんとなく競争相手ですから、僕はその人のことを尊敬もしてなかったし好きでもなかった。だけど僕が日本に来て、そして数週間後に彼はゲリラに入ったんです。そして数年後に彼は死にました。その時僕はですね、彼に負けたような気がしましたね。なんか何だろう、それまで憎たらしいと思った人が急にですね恋しくなり、そして偉いと思うようになったんです。だからその後僕は日本での活動に対して常に彼のことを私の頭にあるんです。もし私の代わりに彼が来てたら彼は何をやっただろうか。確かに彼が生きている時、彼が命かけたことに対して報われることはなかった。しかしその尊い命を大きな目的のために捧げることができた。それは私が今できてないんですね。だから永遠に彼は多分ですね、少なくても私にとってはヒーローです。どこの国でもですね、最後に美味しい時はいっぱいヒーローが出てくるんですよ。歴史の中で名前も残らないヒーローが本当はいっぱいいるんです。私たちと一緒になって戦ってくれた中国人もいるんです。アンドキャシーと言って、彼はもともと中国の人民解放軍でした。しかし途中からですね、中国がやってることが良くないということで我々と仲間になってくれて、そして一緒に戦ってくれた人もいるんです。おそらく彼のこともですね、チベットの歴史にも中国の歴史にも載らないかもしれない。だからいずれにしてもこの1970年代というのが
私たちにとっては一番大きな転換期でありました。そして70年代米中国交ができ、世界全体もですね、もはやゲリラ活動を支援するような社会ではなかったんです。唯一あったのはインド。インドは当時、東と西に東パキスタン、西パキスタンがあって、で、アメリカは当時パキスタンを応援してました。中国もパキスタンと友達になりました。ですから、後ろからはチベット経由で中国、そして下からはナクサライトとか共産主義者、そして横からはアメリカの CIA を中心として当時のインドラ・ガンディの彼らが言う独裁政治に対する反対するインテリグループ、そのような中でインドラ・ガンディは思い切ってバングラデシュの独立を支援しました。バングラデシュは7名しかいなかったんですよ。最初の独立運動の時、インドに来て訓練を受けさせた。ちょうど僕の、 親が住んでいた家の大家さんが SS ウバンというインドの将軍、彼が私たち のチベットの軍隊というか、それの、軍事顧問であり、同じ人がこのバングラデシュの人たちも応援、訓練をしました。でその時インドラ・ガンディは私たちにチャンスをくれました。チベット人がたくさんバングラデシュの独立のために戦って、そしてダッカまでは私たちの方が本当は先に行ったんですよ。当時の新聞を見ればですね、正体不明の部隊っていうふうになってるんです。正体不明の部隊というのは我々です。でその頃のチベット青年会議、チベット青年会議、今日ドイツ人さんもいますけれども、チベット青年会議のですね、組織を見ると非常に共産主義的な組織ですよ。中央委員会とかで、あの頃になってデリー大学にやっとですね、年齢的に言うと僕たちが難民になって、で今度その大学を卒業する人たちが出ました。フツオ・オンギャさんとか、それから英国に行ったタシオ・オンギュさん、それから中学になったジャイアン・モングさんとか、テンゼン・ゲチェ、テンゼン・ナンゲルで僕の兄で、その時にチベットはまだ独立ということを言ってたから、青年会議の提案で高校を卒業したら一旦は必ず入る、入ったことあるでしょ。で彼なんかも入ってる。私たちサボっちゃったんです、日本に行ったから。で当時はみんな進んで入りました。なぜかというと目標が明確でありました。しかしアメリカが北京と仲良くし、そして北京政府も1979年ソ連がアフガニスタンに入って、ソ連がそれまで私たちのことを北京政府と同じだったんですよ。反革命分子ということです。当時共産主義はみんなですね、世界革命だったんですよ。日本の中の学生運動もそうですよ。みんな世界革命、世界をですね、共産主義化しよう、社会主義化しようと許せを持ってた。そういう時代の中においてチベット青年会議は独立ということを目標にして、チベットの本来の1963年インドに来てからみんなが誓い合った3つのチベットの州、
それ全部入ったのが今のチベットのあの地図ですよ。チベット青年会議のマークになってるんです。それがチベット人の目指すチベット。北京政府も1980年代まではそれを認めてた。今言った1979年アフガニスタンにソ連が侵入し、そしてソ連が当時まだソ連です、ソ連のラジオ放送でそれまで我々のことを反革命分子と言ってたのがいきなりですね、民族自決のための戦っているチベットになったんです。それからダライラマ法王のロシア訪問、あ、ソ連訪問を歓迎しました。赤い絨毯敷きました。北京は1966年からいわゆる文化大革命に入って、76年ほとんど国はもう貧乏でしたよ。そしてお互いに信用もできない、ちゃんとした学校行ってる人もいない、みんな毛沢東暴力さえ持っていればよかった。結婚式のお祝いも毛沢東暴力はみんなしてた。だから一人毛沢東暴力は5、6冊持ってったけど、それ以外の教育もちゃんとしてないような状況だった。その時に鄧小平はもちろん世界に対して柔軟な姿勢を見せなければならない。だから1979年にダライラマ法王のお兄さんと会って、まあ会った経緯いろいろありますけど今日は時間ありませんから、僕が今日言おうとしているのはチベット問題は何かということをもう一回みんなに思い出してもらいたいと思って、その時に法王のお兄さんに対して鄧小平自ら独立という言葉以外でしたら何でも話し合う余裕がある、それも独立ダメだと言ってないです、独立という言葉がいけない、でまたあのオーストラリア、ニュージーランドなどからもですね、あなたたちを応援するけれども新生政権は応援できない、ティオクラシー、あなたたちが民主からやるんだったら応援しようと。似たようなことがヨーロッパの国々からも言い始めました。そこで私たちはあの、まあ、法自身は即位してすぐチベットの改革に入ったんですけれども、最初は中国の邪魔が入って国内では思うようにできなかった、まだ法は若かった、あの法に対してこういう言葉はしてるんですけど本当にかわいそうぐらいに、まだ17歳なるかならないかって全ての責任を負わなければならなくなった。もう当時の大臣たちもですね、チベットの悪いところはですね、まあ今日チベット人の前に言って、もし他のこと聞いたらまた僕怒られるかもしれないけど、私たちは人間が努力して神様に頼むのがいいけど、人間が努力しないで神様のせいです。だからまあ神様にいろいろ聞いたりお祈りしましたよ。チベット全土でね、各お寺でお祈りしてましたですよ、平和のために。だけどその法王の国内におけるあの改革はできなかった。唯一できたのはあの中央チベットにはあの小作人制度がありました。これは多分中国政府が言うのも多少中国政府の嘘の中にもね、本当は少しあるんですよ。それはどこの大体の嘘はみんなですね、少しは本当がある。だからその小作人のあのなんていうんですかね、小作人が地主から土地を借りたり、あるいはその年貢を納めるときに納められなかった分に関して誓約書を書いたり、それは全部ですね、あの法が即位してからチベットで、
まあ東チベットとかそういう制度ないからだけど、西チベット、中央チベットでそれが全部火に破って、そしてあの人々に対してあなたたちが地主だというようなこと、それだけできたんですね、法が。だけどインドをして1963年に初めて暫定憲法というか将来の憲法を作りました。で憲法を作った時もですね、僕の父親の年代のチベットの人たち、とんでもない、やっぱり法をあくまでも法律も作れるし、法の言葉が法律だって、そんな法律なんかいらない、憲法なんかいらない、ましてやあの憲法の中にあの法の地位に対しても書いてあるんです。もし法がふさわしくないときは議会によって弾劾できることになっているんです。それを見てですね、もう先輩たちは怒ったんですよ。法の権限、その法をそういうふうに縛るのは良くないと言って、でも最終的には法が説得してみんな納得というか理解して、そしてどう何したか、多分半分以上の人は新しい憲法を読んでないんですよ。神棚に置いて憲法ルンボチェ、サチムルンボチェって言うんですよね。そうでしょ。法からいただいた民主主義、残念ながらチベットにはそれまでもですね、民主化の運動なかったわけではありません。しかし民主化運動をやろうという人は岸内だと言われて刑務所に入ったりしたんですよ。ですから亡命先において私たちは法王から少なくても1960年代にもう民主主義の方向性を示す憲法ができました。で最初の憲法の議員たちはみんな元豪族、元貴族、あるいは各宗派の偉いお坊さんたちだと、みんなそうそうたる方々でした、英語読み書きはできませんでした。あのドイツと日本がどこにあるかもよくわからないような人だったと思います。しかし彼らにはですね、なんていうかな、オーラがありました。例えば今僕のために死んでくれって言ったら死んでくれるチベット人は一人もいないと思います。しかしその当時のポンボとかラマとかそういう人たちが言ったら死んでくれる人いっぱいいましたんですよ。でそういう人たちによって議会を作りました。だけどさらにそれを進めて1970年代になって法王がですね、あの中国共産党の元ではなくて海外で直接国民が選挙する議員制度を作りました。そして最初は大臣たちを法案が任命して議会が承認する。でやがて議会が指名して法案が任命する。と段階的に民主主義をきちんとやってこられた。そして1911年、その前ですね、サンドルムチェタンゴカズレコ、1909年、ルワンダ、たぶん2004年ぐらいかな、になって、今度は法王がですね、あの、政教分離をして、法王自身の宗教的な地位から降りて、それが1911年、その前の4年前です、11年前、11年より4年前だと9年頃、90年じゃない、97年頃になって、初めて私たちは直接選挙で総理大臣を選ぶんだと。で、その時はまだ原始の形で法王がいらしたんです。で1911年の10月この時の法王はもう完全にあの自分は退くとおっしゃってて、
そして私たちは直接選んだ総理大臣が少なくても政府の代表としてトップになるということになりました。で、一方そのヨーロッパの国々は中国との対話、そしてそのチベットの、過激的な活動は支援しない。またチベットの人たちもだんだんとですね、大学を出て頭良くなったんですね。世間に対して何を言ったら支持してくれるかという分かるようになりました。で、確かにそういうことで今私たちは世界中にチベットのことを知ってもらうという意味ではですね、1961年、63年、65年、3回国連でチベット問題を取り上げた時もパレスチナと私たちの立場はよく比較されましたですよ。でもあの時私たちの方がはるかに政治的には国連で3回も決議が採決されるということで問題、少なく政治的な問題としては重視されました。で、おかげさまでその79年から90年頃まで北京政府とじわりじわり対話をしてきました。その間にチベット問題についてもですね、ヨーロッパの国々をはじめ特に人権という側面から支援者が増えました。で、チベットの環境問題について一番最初にやってくれたのはペトラ・ケリーです。ドイツの緑党の。チベットにおいてその核の廃棄物とかそういうものであるということと、それからドイツの清水さんと鄧小平の間にチベットに核の廃棄物を捨てる場所を提供するとか、でその辺からチベットの人たちもいわゆる環境問題で中国がどんどんチベットの環境を破壊してきているというようなことで環境問題にも行きました。それから幸いにしてその1979年から80年の間に良かったことは、それまでチベットの外にいる人たちと中にいる人たちが会うことができなかった。しかしこの間に北京政府はその家族あってもいいということで、それでチベット、私たちのいる本土というか国内からもインドに来る人が増えました。一時私たちはチベットのお寺にお坊さんが足りないからネパール人とかブータン人とかラダック人とか、要するにチベット文化系の人たちをたくさん入れましたけど、1970年代後半ぐらいになるとチベット国内からたくさん入ってきて、そしてみんなお坊さんになれた。もちろんお坊さんにならない人もいたけど、大体お坊さんになってお坊さんも増えました。そういうことでチベット文化を維持する、チベットの環境問題に対して世界に認知してもらうという意味では大変成功したと思います。しかし一方、何のためにチベット人がデモをやってるか、何を目指しているのか、これから先チベットが何を目標にしているかということになると、非常にアブストラクトというか抽象的なことになってしまいました。高度な自治もそうです。もちろん法王の立場からするとそれしか選択ないと思います。なぜならば今消えつつある文化を保つということが必要です。しかし私一個人チベット人としてはみんなが法王みたいに偉くないと思うんですよ。みんなが法王みたいに慈悲に満ちた人じゃないと思いますよ。みんなが自分の親戚や家族の人たちを殺されているのを許せるようなその寛大な気持ち持ってないと思うんですよ。で、何よりも中国の方の政策が変わらない、
むしろ中国はこの約20年間対話を利用して、そして着実にチベット国内において道路を作り、空港を作り、そして電車を引っ張ってきて、彼らの支配をより確実の、より充実なものにし、そして東トルキスタン、あるいはモンゴルのように中国人の移民がどんどん入ってきて、北京政府の話では2016年1年間の観光客は2000万人超えたという、日本がそのぐらいで喜んでいる。チベット自治区にもその2000万人いたらね、一般の人たちもっと金持ちになってもいいと思うんですよ。しかしそこに入ってくるのはほとんど中国人、観光客も中国人、外国人があんまり入れない。それも全てですね、彼らのいわゆるサイノサイゼーション、同化政策の一環としてやってる。で、一方その2007年、つまり2008年のオリンピックの前の年になるとですね、北京政府は例えばダレラマ法案の代表との対話、一番最初私たちはできれば第三の国でやりたいと一番最初から申し込んでいるんです。でも彼らはそれはしないんですね。それなぜかというと、彼らからするとこれは国際的な問題じゃない、国内の問題であるという前提ですから、ほとんど北京とかこっちから出向いて、でもその時まだですね、北京政府は少なくても我々に対して、例えば僕自身も1958年の5月から8月まで3ヶ月いた時、私たちの任務はチベットの国境を明確することです。話し合うためのまず国境を明確する、話し合うのための話をする。ですから私たちは今の雲南省の昆明まで行きました。つまり雲南省にも3つのチベットの県があるんです。それからもちろん四川省で、さらにはあの安藤政界省、官職省。その時は中国政府はね、僕たちと同じ概念で喋ったんですよ。 もちろん彼の心の中は違うよ、だけど一応チベットとして喋ってましたんですよ。で、私たちは、まあ、せめてあの香港ではどうですかとか、日本も候補に挙がったことあります。ただ残念ながら私たちは日本はあんまり、むしろその中国の方はちょっと好意的でした、日本に対しては。なぜかというと、私たちは日本政府はですね、あるいはその私たちに対して日本のメディアが必ずしもですね、私たちの味方するとは限らなかった。だからむしろシンガポールとか、でもそれもですね、2007年になって突然北京政府はスイスでやろうと言って、スイスでできたんですよ。その時は喜んだんですよ、北京政府もちょっと頭柔らかくなったと。大使館の人も来て参加したんですよ。で、写真をみんなばらまいたんですよ、法の代表と中国のあの民族委員会副主席、副大臣級ですね。でも本当はオリンピックをやるために、あるいはオリンピック招致のために、世界の世論を作るために中国が利用したということは、もう後になって気がついてもちょっと遅いんだけど。そしてあのオリンピックの時、これは確かに世界中の方々がですね、あの中国の
本州を見たと思うんです。で、中国もあの時点からだんだんと傲慢になってきてる。経済力もついてる。政治力も少し出てきた。ですから一番最初火をつけたのは英国です。で、英国のデモ隊に対して中国のデモ隊が邪魔をしたり、それからそれがずっと回って、まあ、あの日本でも局にいらっしゃる方々も多分それがきっかけでチベット問題に関わった方も多いと思うんです。で、今の現状から見るとですね、中国政府は本気でチベット問題解決しようという気持ちは私にはないと思います。要するに彼らが本気で話をしてもらうためには、もっと我々の方から意思表示が強くなって、そして国際社会もですね、環境問題、人権問題だけではなくて、あの民族自決権の問題、そして現在の中国、中華人民共和国ということを、特に日本なんかはですね、なんか昔からあんな広い国があったかのように幻想になっている人たちが多い。モンゴルは、モンゴル自ら1940年代にですね、満州国みたいにやりたいからといって日本に協力を求めて、日本が先にモンゴルに行きましたんですよ。中国人よりもモンゴル人、あの日本人の方が先にモンゴルに行きましたんですよ。そしてモンゴル人が日本に来て訓練を受けて、彼らも満州国みたいに、満州国を見てですね、日本人が学校をたくさん作った、軍事も協力してくれた。で、しかもですね、日本は韓国もう満州に対してですね、王室、まあ、皇室の親戚というか皇室の方がお嫁にまで来てくれている。そういうのを見て、まあ、モンゴルは1947年に結局日本が45年に撤退せざるを得なかった。そこで国民党が入ってきて47年にいわゆる自治国家しました。55年にウイグル、65年にチベットです。私たちが亡命してからチベットの共産党の支部もできたのが65年、正式にチベットが自治区化したのも65年です。で、国連の決議は確かにですね、世界に対して私たちに誠意があるという意味では役に立つ。例えばこの前のフィリピンの問題でもですね、南シナ海、少なくとも国際社会、国際法の下では中国のものではないということははっきりした。だけど中国がそこを抑えていれば、それに対して今の国際社会何もできないんですよ。これが私たちが抱えているジレンマですね。で、先週のニュースではチベットに世界で一番長い723メーターのトンネルができたとか、世界で一番高い4700メーター海抜の4700のところに空港ができたとかおめでたい話がいっぱい中国側から流れていますね。だけどそれがチベット人にとって何の意味があるか、むしろチベットのアイデンティティを奪い、自立性を奪い、そしてその同化政策および植民地支配をさらに強化する以外何もならないと思いますよ。チベット、彼らが言うチベット、つまりチベット自治区だけで9つぐらいの空港ができたということです。僕は多分あれはですね、ほとんどいずれインドとの戦争などを考えて
軍用として使うためだと思います。今の中国の現状、そしてチベットの現状から見るとですね、そんなにお客さんたくさん、彼らが言うには日に対しては1日75万人の人たちを出会いできる、受け入れできるような体制を作るというんですよ。で、日は雲南省にも近い、それからビルマも近い、当然バングラデシュ、インドで、インドは今ハラハラしてますよ。一生懸命今ですね、汗かいてます。インドは自分のすぐ後ろに中国がどんどん道路を整備し、そして基地をたくさん作ってる、ダムをたくさん作ってる、今月初めにインドと中国の外務次官同士の、国境問題および彼らが言う戦略的対話をやったんですけれども、中国は非常に傲慢になってきてますよ。インドに対して今我々とインドとの対等な話をすると言っても、自分たちと私たちの立場を考えなさい。今の我々の世界的な立場、インドとは話にならないというようなことを言ってるんですね。でそれに対して外務次官はすぐ答えなかったけど、メディアにおいてはですね、いや違うと、あなたたちは世界中で今本当の友達はパキスタンしかない、もう一人の部下の、いや日本に、まあ日本はまだ部下とは出なくて、でしかしインドはとにかくいろんな国と仲良くしてる、それから何よりも国民が選んだ政府であって民主主義というものをインドは保っていってる。で中国の場合にはその民主主義がないから、国民も果たしてその国を支えてるかどうか、積極的に、だからあなたたちの方がフレジャールだと、いつ壊れてもいいような政府だと、我々の方は少なくても国民が別に誰か指導者が落ちても、どの政党が落ちても別の政党が出てくる、だから我々の方が強いということを、メディアが一応反論してるんですね。でも実際上はですね、中国決して、私たちは今南シナ海とか東シナ海、尖閣諸島の問題では記事にもなってるけど、今中国はインドに対しても挑発的な行為をどんどんやってますし、インドのこのすぐそばの国々に対してちょっかいを出してる。だから今アジア全体の平和と安全を考えるときに、やはりその一番の癌になっているのが北京政府だと思います。しかしその北京政府のアキレス腱は私たちです。60年経ってもですね、まだチベット人の心を支配しているのは誰の方です。今回北京政府はダラヤマ法は人を騙すような上手な俳優になったとかって言って批判してます。これは法王のコメントに対する、法王が中国の頭の固い人たちの脳みそが少し欠如しているということに対する反論ですけど、でそのことについてまた法王はですね、同じインタビューの中でそのインタビューのコミュニティの方から、昇進講義やってる人たちについて質問しました。でも法王はですね、これについて私は答えたくない、答えたらまたその家族にまでいろいろ影響を及ぼすからと。でそこで法王は例え話として、例えば法王は最近モンゴルにいらした、でモンゴルにいらしたらモンゴル人はみんなねウォッカばっかり飲んでですね、あんまり建設的に仕事してない。で、法王は、ね、モンゴル人に、
あなたたちはウォッカを飲むよりも馬の牛乳を飲みなさいということをおっしゃったら、今モンゴル人の多くの人たちが酒をやめたということをおっしゃっているんですね。でつまり法は間接的に多分まだ自分の言葉一つによって国内にいる人たちがいろんな動揺をしたり、だから自分の言葉の影響力ということを法自身が一番認識している。で、まあ、法は去年ちょうどその東京の横浜の教えの最後の日に、明日私はモンゴル行くからとおっしゃったから、その日のうちにモンゴルはもう夕方、ね、中国政府はモンゴルに圧力をかけ始めましたんですよ。だけど今回モンゴルは自国の主権の問題ですから、法を 招待して、そして実現したんですね。で今その法がおっしゃったそのチベットの質問に対してモンゴルのことをおっしゃったことは、多分私はもう一つの質問に関連すると思うんです。もう一つの質問は、法が最後の法であるかという質問だったんですね。でこれはなぜかというと、今北京政府が一番気にしている。北京政府から見るとですね、私たちのこのチベット問題は法がもし他界したらどうにもなると思っていると思います。ですからずっと台湾もですね、ある意味では時間稼ぎのようなもので、特に2012年、今の習近平の政権できてからは一度も対話できてないです。で彼らが言うには、法王はお坊さんの衣をめとった着た狼だとか、あるいは、まあ、今回のように人を騙す上手な役者だとかいろいろ言ってるんですけども、一番の問題は彼ら自身が誠意を持ってないということですよ。法王あるいはチベット側から対話を通して北京政府一度も裏切ってないと思う。むしろ私たちは過剰の期待を持ちすぎちゃってですね、そして振り回されてる。誠意を示すべきなのは北京政府です。そして国際社会の一員としての立場も、歴史は私たちが行うさまざまな運動の正当化に過ぎないと思う。正当性があるということは、例えばチベットは一度も直接支配を受けたことない。中国人にじゃあチベットを支配した人、チベット の総督だった人の名前言えって言ったら言える人いないと思いますよ。少なくても選挙は50年前や。中国だけではありません。インドの支配も受けておりませんし、どこの国の支配も受けておりません。まあ、そういう正当性に関しては歴史は大切です。しかし大事なことは、未来につながるのは今の人たちの意思ですよ。で今の人たちの意思を考える場合に、私は残念ながら私たち外にいる人間と中にいる人間の間に差があるような気がします。これはもう私個人の考えです。私たち外にいる人間も一生懸命頑張ってますよ。あっちでもやって、こっちでもやって、あっちイベントやってですね、一生懸命頑張っています。だけど本質的なものに対して私たちは今十分にですね、声出せるかというと、どうしても世論ということ、社会は言えるものですから。国内にいる人たちは毎日自分たちは嫌な中国人と一緒に生活しなければならない。毎日差別を受けている。毎日不自由を感じている。毎日監視されている。もう
車にも全部ですね、GPS というんですか、そういうものをつけ始めて、もうウイルスからチベットからどんどんこちらに対して、そのうち多分人間にも何かそういうのつけるかもしれない。ですから中にいる人たちは、特に1987年から事実上はまだチベットに対する過敏でが生きているんですよ。当時の京石さんの命令で無差別に撃っていいということと、そして5名以上の人間が許可なしで集まった場合には集会とみなされる。ですから今単独行動を取るしかない。で、単独行動を取るということは昇進行為しかない。もし中国が言うようにチベットがですね、みんな幸せになって近代化してって言ったら、多分ね、昇進行為するなんか必要ないと思うんですよ。確かに今北京政府、特に習近平になってから、例えば今回もですね、3月10日の決起記念日の前に、チベットのお寺のお坊さんたち呼んでお金を配ってますよ。お寺に対してもですね、協力的なお寺に対してはお金を配っています。個人でも1100ドルぐらいのお金で、それは中国としては2つの意味があると思います。一つはチベット人の中で仲を悪くさせるためにわざとですね、一部の人たちは協力者だ、そして協力者に対してはご褒美をあげて、で同時に他のチベット人からするとあいつらは売国奴だということになる可能性がある。そうやってチベット人の仲を悪くさせるための意図的な行為で、もう一つは多分中国はまた再び外国から彼らが選んだ学者視察団をまた利用し始めました。で、このような人たちがそういうところに行ってですね、いや中国はこんないいことやってる、インドネシアなんかも最近チベット問題非常にたくさん書いてくれるんですけど、おととしですね、イスラム系の国々の人たちをウイグルに連れて行って、そしてウイグルでその教会でちゃんと祈りしているようなことを見せて、でそれを帰ってきてからみんな書かせてる。チベットでは昔からやったことだけど、でついでに彼らにチベットのことを洗脳してるんですよ。だから今インドネシアとか辺の新聞はチベットについてはしょっちゅう書いてるんです。書いてるけど、それは中国がチベットで素晴らしいダムを作ったとか、世界で一番高いところの空港ができたとか、そういういいことをいっぱい書いてる。彼らはまだ免疫ができてないから、中国のそういうやり方に対して。でまた今中国はチベットのお坊さんも彼らが時々意図的に外国に送っています。それなぜかというと、もうだんだんと外にチベット仏教の一つはやっぱりですね、自慢がある。でもう一つはやがて多分ね、悪い名前を作りますよ。お坊さんが女をレイプしたとか、もう大体中国のシナリオってそういう段階的にあるんですね。北京政府は2010年頃から宗教委員会が宗教の王さんたちの認定に対して
干渉する法律まで作りました。多分法がですね、これは多分ですよ、僕 の推測にすぎません。法が政教分離やったことに対して、一つは誰の法としてはですね、チベット仏教以外、チベットだけじゃなくてチベット仏教全体の法なんです。ですから次の誰らがどうこう言った時にはチベット人だけの問題ではありません。チベット仏教界全体の問題です。モンゴル、ブレアト、カルムイク、ラダール、ブータン、あるいはそのアルナチャル、広範囲の人たちがチベット仏教徒です。そしてさらに今世界中にチベット仏教徒が増えてますので、しかしもしそれが政教が1だったら、これはチベットに限定される。でもう一つは、多分法ご自身がチベット人の性格を一番ご存知です。法がいらっしゃるときに民主化するすれば、法がそれを見届けて、法の下で着実に少しずつこう成長していくかもしれない。もし法がいらっしゃらなかったら、我々は騎馬民族みんなね、誰かに従うというのはあんまりしないですよ。俺がボスになるんで。だからそういう意味では、法の一番業績は海外において、あるいはチベット社会において、その民主主義の土台を作ってくださったこと、これは14世が歴代の法王がしなかったことで、多分歴史に残ることだと思います。しかし一方においては、私たちは何でもかも法王に、法を任せにしてて、そのおかげで逆にですね、みんなが勝手に法王の言葉まで解釈して、そして何かすると、いやそれは法の意思に反するとか、でそれによって北京政府もですね、逆にそれを精一杯利用して、私たちのが難民になって誇れることは2つあると思います。1つは、3つあるんですね。1つは今申し上げました法王のご指導の下で民主主義の制度、民主主義は宗教ではありません。民主主義はあくまでも1つの政治のシステムに必要なんです。だからそのシステムを導入する知恵、その制度については法王が土台を作ってください。でもう1つは難民社会を中心にして、チベット仏教、チベットが世界中に知ってもらうという意味で、他の難民よりも多分成功していると思います。で3つ目は、中国が持ってないものを法が持っています。中国が持っているのは核兵器です。しかし私たち人間一人一人の中にも核兵器みたいなのがあるんですね。この核兵器をコントロールするという意味では、北京政府のリーダーたちは法の真似できない。だから彼らは法を怖いですよ。もし北京政府が今、例えですよ、北京政府が明日じゃあ民主化しますと、で自由な選挙をやって、この場合には一応そのチベットも含めてやったら、おそらくですね、マンデラじゃないけど法王が大統領になる可能性はあると思うんですよ。習近平に勝つ可能性は十分にあると思います。中国人に対しても。だこの3つは私たちの強みです。しかし弱いところは、今中国が崩れかかっているのに、それに対して準備がないことです。それと
チベット問題そのものの正当性、あの環境問題は中国にもいっぱいありますよ、インドにもありますよ、人権問題も同じだと思うんです。もちろん私は一応日本に来て近代教育を受けて人権は大切ではないということを言っているわけではありません。環境が大事ではないということでもありません。実際生きていく上において私たちが日頃忘れている空気でさえもですね、汚染されたら大変ですよ。それぞれの国の税金の使い方によってこの空気がどうなるかということを考えたときに、それぞれの政府のそういうやり方というのが非常に考えなければならないことだと思うんですね。ですから、多分そろそろ私はチベット国外においてもですね、政党政治みたいな段階的にこれからの活動としては出現してくるだろうと思うし、それがないとですね、次のビジョンがあまり生まれてこないんですよ。で、一応亡命政府としては、いや、政党を作ってもいいと、政党あるとおっしゃってます。で、実際確かにあります。一番最初にできたのは1970年代にチベット共産党ができました。それからチベット民主党ができました。で、タンドサムデカルデモクラティックパーティー、ナショナルパーティーで、国民民主党ができました。でもほとんどは、仲良しのクラブみたいなことで、まだ政党としての形が整えておりません。そういう候補者も出しておりませんし、そういう意味では運動の展開のこう流れとしては、中国人に対してもですね、我々は何を求めているかということをもうちょっと明確する意味でも、そういう政党がちゃんと出てきて主張があったらいいなと僕は思っているんです。で、この今後の活動の展開ということに対しては、残念ながら現在私は亡命政府の議員でもないし役人でもない、ので、ここだということは言えません。ただやはり今までの流れからすると、そろそろそういう政党政治、しかも中国に先駆けてその政党政治を行うこと、そしてそれが明確な目標を 持たないと、今やってることはただ抵抗してるだけです。ですから、これ何時まで喋っていい？大丈夫です。何分何時？あと30分で丸2時間になります。あ、本当？じゃああと30分喋りましょう。それから休憩挟んで質疑を取れるんです。わかりました。そういうことで、僕はですね、今まで支援してくださった方々、今支援してくださっている方、これから支援しようと思っている方々に対しても、やはりそのチベット運動というものの今までの流れ全体を考えてみてですね、次の段階を考えてほしいということを強く今日申し上げたいと思ったんです。で、もう一つはやはりですね、チベットだけではできません。このチベット問題を解決するためには、ウイグルとかモンゴルとかだけど、残念ながら先週もですね、どっかのチベットの会合にいきなり誰かがウイグル人連れてきてチベットウイグル一緒になったなんて言ってもですね、そんな簡単ではありません。基礎的な人間関係が必要です。1990年代にありましたですよ。今回僕は学校が今度変わるもので、いろいろ整理したら当時 の雑誌一冊だけ出てきました。クマのボーイスという雑誌になったんです。で、あの頃はしょっちゅう会ってました。
モンゴル人とそれからチベット人と東トルキスタンの人で、その頃の人たちはお互いの基礎的な信頼関係、人間関係が十分にできていた。残念ながら今のところまだ私たちはそういうことが十分にできておりません。でそこに一応その自由アジアの民主連帯協議会というのは、まあ多少なりともですね、そういう場をフォーラムとして作ることということが目的で今やっているわけですけれども、今チベットとモンゴルはウイグルのおかげである意味で本当に助かっている。ウイグルが一生懸命ですね抵抗している。だから彼らはアメとムチを使うんです。かつて我らを弾圧している時はモンゴルを非常に優先してモンゴルにアメを与えて我々にムチを出して、今はウイグルにムチを出して、でそして今国境線にもすごい警備をしたり、そしてそのモンゴルウイグル人にその外からテロとの関係があるとかそういうことを言って、かつて我々に対しても同じことを言ってましたよ。アメリカがやらせてるとか、まあ多少本当だけどねでもアメリカ人に命令されてやってるわけじゃなくて、我々がやることはアメリカが援助してるに過ぎなかったと思う。だそういう意味ではさらに中国の良識ある人たち、私たちはいきなりですねチベットはこれから引っ越しますからといって地図上にこうハサミ入れてですね切ってどこか持っていくようなことはできないんですよ。長い歴史の中でですね仲良くやった時代もあるんですよ。今回みたいじゃなくてお互いに仲良くやった時代、お互いにそれによって得たこと、法王が時々冗談でおっしゃるんですけども、我々チベット人は美味しいものを食べようと思ったら中華ですよ精神的に高めようと思ったらインドの哲学ですよ。チベットの政治制度はモンゴルでした。ですからダライマ法のダライもそうだし、ホトゥトゥとかザサとか肩書き、まあ、日本も西洋からバロンとか伯爵男爵も取り入れた時代があったんですけど、チベットの場合には1950年代まだですね内閣のその大臣個々の位は大臣だけではなくて、そういうその座サルなのかモンゴルの肩書きによって違ったんですよ、上下が。でチベット人は桃が大好きですよ。これも満州人のお土産ですよ。ですからお互いに対等平等の下で暮らすことができないことはないと思う。ただしどっちかが属国になってどっちかが総主権とかあるいはその支配者になるということは多分ですねあと100年経っても成功しないと思う。1000年経っても多分ねそういうチベット人あるいはそのモンゴル人が生きている限りは喜んでそういう支配を受けることはないと思います。で最後に残念ながら小さい国の運命は小さい国でなんとかなるわけではありません。今後の米中関係、中印関係、あるいは日本もですね今アジアにおいてだんだんと主役の一つになりつつあると思います。この辺がこのチベット問題も含めて現在の中国に対して何をどう考えるかです。ロマン法王とレーガン大統領はソ連を崩壊させることに成功しました。今のトランプさんはこれからどれだけやるか分かりませんけれども、一応レーガンさんを手本にしているということです。
で今見てる限りでは多少あのレーダーさんのかつてやった例えばそのソ連との軍事競争、そしてその東ヨーロッパの国々に対して民主化の運動を側面から応援してやりだした。でそういう意味で今多分あのトランプさんは一応その、実験的にというか試しにですね、例えばあの一つの中国ということに特にこだわる必要はないじゃないかと、アメリカの利益を考えながら変えることもあり得るということを言ったり、あるいは中国が今一番怒っているのはティラソン国務長官が長官任命するかどうかという外交委員会で話したときに、今後その北京政府は鳳凰と対話するように、自分は力を貸すと、そして鳳凰と会うことについてもですね前向きな姿勢を示したり、それからあのインドが鳳凰をアルナチャル州にお招きすると、中国は怒っていますよ。あの鳳凰は実際そのアルナチャル州から逃げてきたから、その後も一度1911年の11月でしたかな、10年の11月一度いらしたことがあります。その時もですねあの北京政府はすごく反対しました。それからインドのベナジ大統領も今回あの鳳凰とですね、同席しました。これも久しぶりのインド大統領の同席です。それからあの今度鳳凰がアルナチャルにいらっしゃる時はリジュージ南務大臣、あの国務大臣ですね、インドの場合には連邦大臣というのと国務大臣というんです。そのあのリジュージ国務大臣が同行すると、中国が南西干渉する立場ではないと、インドの中で鳳凰がどこ行ってもそのインドの主権になることだということを言ってくれたり、それからあのアメリカの大使があの亡命政府の出席大臣というかあの、総理大臣をお食事に招きするとか、これ全部ね政治がやっぱり演出ですよ。でそれぞれがメッセージを送る、で相手を試しながらこうやってる。でそういう意味であの今中印関係においても、あるいは米中関係においても、チベット問題は台湾問題と同様に中国が言う革新的利益は全てあの駆け引きの材料になるということです。ネゴシエーションの材料になるということです。でその時に私たちがどれだけ自分たちの価値をそのカードとして使う側に認めてもらうことができるか、相手がただ将棋の駒として使うだけになるか、それとも私たちがある程度自分たちの存在意思を持ってですね、意識的に利用されるかということが大切だと思います。でそのためにはあの亡命政府としては一応その対話いつでもできるようにタスクフォース の会議も人材も一応できております。あとアメリカがどういうふうに推し進めるか、それから国連大使、アメリカの国連大使もあのインド人です。あ、まあ、インド人アメリカ人でインド系 あのアメリカ人です。それから現段階においては中インドアメリカ大使もあのリチャード・バーマンさんもインド人です。しかも彼はですね僕が日本に来た後にアメリカに行った人ですよ。で非常にその状況よく分かってるし、で中国が僕が言うんじゃなくて今私が言ってるのは実は中国が言ってくれてるの。中国がねアメリカとかインドはダライラマカードを使うことはけしからんって言ってる。カードとして認めてくれてるんですよ。
で、そのカードを使いすぎると両国関係に悪影響を及ぼすということを言ってる。で、中国は幸いにしてですね、去年の11月の東京におけるですね、このクリ大会、これに頑張ってくれた人たち誇りに持ってもいいと思うのは、北京政府ちゃんと見てくれてる。そして中国の新聞でもですね、日本政府は五徳の裏に魔の手が回って中国から独立させようとしている、まあ、本当にそういうことあればね、ありがたいことですまあ多分もしかしたら中国の予言で将来そうなるかもしれない。今までは三独で、それに今度は台湾と香港加えて、で別に香港が独立してもおかしくないと思いますよ。アメリカ自身が英国から分離独立したわけですから、あれが本当の分離独立ですよ。我々は分離独立じゃなくて、もう一回独立を取り戻すだけなんです。だから香港が分離独立しても十分に可能性があると思うんです。前例がありますよ。で台湾はもちろんですよね。でそういうことで、チベットの全体の運動についてはちょっと私はここでこれ以上のことは言いませんけれども、アジア全体の平和と安全を考えたときに、このチベット問題、あるいはウイグル問題、そしてモンゴル、台湾なんか特に日本にとっては本当に重要だと思いますよ。そういう意味で私たちがやってるこの自由アジアもですね、全くその、ただ酒を飲みたいからみんなで一緒に集まっているものではなくて、ある意味ではですね、もしかしたら歴史の中に何か貢献していずれ語られるようなものになるのではないかというふうに思っております。だけどそのためにはもう今スタッフの人たちがですね、大変苦労してるし、で僕みたいにですね、心配ばっかりかける人が上にいるとですね、ますます大変だと思う。もう時間のことから、人を集めることから。だけどでもですね、歴史は全部いろいろだと思うんです。小さい灯火から大きな大火になって、そしてやがてですね、それが大きな山火事になって、それからまた新しい再生してくるんです。ですので、これからこの大国がですね、チベット問題どう見るかで、国連においてもう一回チベット問題を提訴しようということが今いろんな動きがありますし、また今度の日本大使館も変わりますよね、確か、もう変わるでしょうし、それからヘリーさんはアメリカの国連大使は誰が味方か誰が敵かということをね、ちゃんとチェックしますよと言ってくれてるんです。で、私たちの問題が国連でかつて取り上げた時も、チベットと関係ないニカラグアとかね、中南米の国々がスポンサーになってくれたんですよ。で、それは私たちじゃなくてアメリカがそうしろと言ってくれるからできるんです。だから今後もその大国がそういうことを決めてくれたら、私たちのためではなくて大国自身の利益のためにも、このアジア全体の平和を考えたときに、世界の屋根が雨漏りしていてはどうにもならないと思います。ですからそういう意味でですね、ちょっと地政学的な観点からも私たちがアピールするとか考えるというか、そういうことも必要だと思います。なんとなくあんまりまとまらない話をしましたけれども、今日はですね、この前から何しゃべろうかと。で、一番いいのは本当はね、チベットの独立のための筋道がこうだとか、なんかそういうのがあればいいんだけど、それもちょっと今ないし、だからじゃあ諦めてここで片付けてですね、ただ一人の人間、地球人としてなんかこう環境問題とかそういうことだけ言って、あるいは学校から給料をもらってそれで生活してそれでいいかというと、そういうどこか諦めきれない部分が人間としてあるんですよね。
僕は大学院の時に先生からですね、あなたの論文は感情的で、論文になってないということを言われました。でテーマはですね、民族民族主義と国家だったんです。で僕はですね、民族主義そのものは感情的なのに先生どうして感情的いけないですか反論しましたけれども、結局多分そうだと思うんです。あんまり私たちが理論的に全部こう合理的に考えることもできないと思いますね。だけどどっかやっぱり人間ですから、その感情というものがあって、そして自分のアイデンティティ、自分の存在、自分の尊厳だったら自分のコミュニティ、自分の国、自分の民族のものを多分そう簡単に捨てきれない部分を背負いながら、そういう矛盾を感じながら頑張っていくしかないというのが、まあ今日この時点の私の、まあ、心境ですね。ですので皆さん、今後とも一つですね、チベット問題に対して本質的なチベット問題は何度も申し上げるようですけど、チベットの私の気持ちではチベットが完全に自由と独立を勝ち取ることです。これは私個人の、これはチベット憲法でもちゃんと自由と求めてます、認めてますので、それでまあこれからもですね支援してないって、おそらくですねウイグルにしてもモンゴルにしても似たような気持ちじゃないかと思うし、13億人のうちに少なくとも12億人の中国人、この中にはですねチベット仏教を信仰している人たちも、パンチェラマの話だと3億人がいるとおっしゃってました、中国人。そしておそらくですね、自由と民主主義を求めている人たちが大多数だと思います。サイレントメジョリティがいるわけですね。でそういう人たちとの、まあ、今後連帯という、そういう意味でね、連帯という言葉は何らかの形でそういうつながりを持っていこうということを考えております。それで、僕の一方的な話はこのぐらいにして、あと質問がありましたら後で質疑応答で、どうもありがとうございます。これまでの、運動の流れや、世界各国との関係性などお話しいただきましたけれども、ご質問がある方いらっしゃいましたら挙手をお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。チベットの現状ということで、実は中国から来ている旅行者なりビジネスマン、中国人がまあ、おそらく本土にいるときには、本土というか中国の国内にいるときには、相当情報の統制がされているので、情報は入りづらいとは思うんですけども、日本に来ると、その時に大体もうどんな形でも情報を取れると思うので、そこら辺でこっちに来ている旅行者なり、ビジネスマンの人たちというのは、こういうチベットの現状とか、ウイグルの南モンゴルの現状というのを何かその情報として、見ようという、まあことをするのか、そういうの情報を取ろうとしているということはするでしょうか。ですね意図的に例えばそのスパイみたいな形の仕事はしてないと思います。ただし当然チベット人同士とかがあった時に、今中国はこんなことをやってると、例えばですね、学校の先生に対して、少しでもチベット語を勉強しなさいとか、そういう奨励したら誰かがそれを作って、でこの人はそのチベットの分離主義者の教育をしようとしているとか、あるいは本の写真に関してもですね、今統制していることとか、あるいはパスポートを取りやめて、特にこの1月に法王の大法案公演がありました、インド でこういう時にチベットからインドへ行こうと思ったけど途中で止められて返された人とか、そういう話はしてくるんですね。ですから今の現状についてある程度の情報は当然その人たちが見たもの、聞いたもの、
それは外に伝わることには十分にしてくれていると思います。あと一般 の、 その旅行者なりなんなりが全然そのチベットの情報を知らなかったということで、それ日本に来てこんなことがチベットで起こってるんだということで、そのなんか民主化に関して目覚めるっていうようなことってあるんですか。あのそれはチベット人よりも中国の人たちがそうしてます。中国人が今の中国、ね、あのね、例えば中国人が本国にいるとチベットに対してもう知らなかったことが外に出て知ってもらっていることがたくさんあるし、チベット人の場合には、ね、人口が少ないし、人口密度もあのなんていうか非常に密度高い大陸系のみんな住んでいますから、あの比較的にチベット人の同士の中の話とかチベットの現状については喋ってます。だからあのよく知っています。むしろその海外にいることのこともですね、中にいる人たちよく知っています。誰がどこで何を見たかぐらいまではね、時々ちゃんと分かっている。だからあのチベット社会の場合にはですね、もともと口伝ですから、あの携帯電話じゃありませんから、うん、あのチベット人はね、そういうその人から人に伝わるのが早いですよ。あのいいことも悪いこともあのチベット人の場合にはほとんど中にいる人たちも把握しています。法王がどこで法話したかとか、アメリカとかヨーロッパどこの大統領が法王と会ったとか、そういうことを全部ですね、中にいる人たちが把握してる。だから彼ら関心持ってるんですよ。非常に関心持ってるし、そしてその伝えるのが早いです。今日もあのもちろんあの中国から来た日本にいる中国人の皆さんも今日参加していただいてますので、とても関心はあると思います。はい、それでは他にご質問と、はい。私が一番関心に持っているのはね、今後の運動展開の方ですね。で、あの実はね、こうチベットの方々だけではなくてウイグルの方々に対して私が非常に羨ましいのは、宗教を持てるということです。仏教もあのイスラム教もこれは非常に大きな力じゃないか。で、私がね、こうあの、チベットだけではなくてあの、ウイグルだけではなくて日本の、 あの例えば人間宗とかあるいは高校科学でさえでもね、いいなと思ってるのは、あの彼らは宗教を持ってものすごく重要なんですよ。勘もあるし、もうあの宗教活動に関してはもうあれですよね。これは力なんですよ。だから逆に疑わしいで、我々も例えばこう60年代から70年にかけて我々はどういう日本のね、どういうグループに叩かれたかと言いますと、例えばのこうあの右側からも左側からも米連からだけじゃないですよ。こう学校のあったらね、こう学校の学生運動だけじゃなくて、こう何もないことにでさえも我々が銀座の方でこう戦ったんですよね。こう殴り合ったんだけども、もう両方ともこう右も左も叩かれたんですよ、我々の経験としては。で、実際ですね、こうあの例えばこう運動展開に関してはこう別にこう国家の組織でなくても、あのこう小さな組織でも可能なんですよね。で、例えばこう一つの例として、台湾の方もね、勝ってこう南アフリカとイスラエルと共同で核兵器を開発したんですよね。で、アメリカの CIA がこう13学院の強制で手入れして、で、今ね、イスラエル持ってるらしいな、こうなんか実験もやったらしい。で、台湾の方は私ね、こう去年の10月頃かな、アメリカ行ってあるこう開発した方に聞いたら、こう実際はこう途中でアメリカの CIA に壊されたというような話なんです。で、あのこう核兵器を上回るような兵器の開発っていうのは、実はね、こう、そんなにこう、巨大な組織でなくても、例えば私がね、こう、最近で分かったんだけども、で、あの、かつても、あの、こう、あの、こう、多分ね、覚えてると思うんだけどね、私も、こう、あの、前の、あの、森本さんに質問したことがあって、で、実際ですね、日本側の、こう、小グループ、こう、小さいグループの方で、核を上回るような、兵器を開発していません。で、実際ですね、例えば爆爆弾とか、あのこう非常にね、こういろんなあれが作れるなんなんなんですね。ブラックホールの爆弾とか、あるいはあのこういろんな超グループ、まあ別にこう巨大な組織で狙ったんでも、で我々ができる限りは
こう、今度のこう運動展開に関しては、例えば、こう、勝って、こう、これがね、日本でよくやってることだけど、外線の方以外には、例えばね、こう、褒め殺しもあったわけだし、だから褒め殺しが私ね、例えば、韓国に対しては、過去はよく、こう、慰安婦武装をやってるんですね。あれを褒め殺しで逆でやれば、私はよく台湾の紹介的にこう、連想するんだけど、褒め殺しやれば、地球全体でこう 4万体作ればね、これがどうなるかということで、我々はいろんな運動を工夫しなきゃならないし、だから今後こう運動展開に関しては、我々はもっとこう、ショールームではいいから、研究してどうすればいいかということは、別に過激な殺しなくてもいいんじゃないと私は思うんだけど。今先生がおっしゃったようなことも非常に大事だと思うんですけど、その場合にはもう秘密でやらないとだめですから、なんとか秘密にすることができるかもしれません。先生、先生先ほどおっしゃったように、僕たちにとってもね、1970年までは国民と要するに台湾政府が敵だったんですよ。例えばですね、私たちが日本に来て埼玉にいたら、国民とは来て私たちの国民を面倒見てくれてありがとうって言ってね、ありがとう言いに来たんですよ。で、私たちはね、とんでもない、私たちはあなたたちの国民じゃないと言ってたんですよ。だから国民党も共産党も本質的には同じですよ。ただ片方は多少民主主義的な教育と制度を導入してるというだけであって、そういう時代でした。先生がおっしゃる通りですね、私たちも、ただし北京政府が国連になってから今度は台湾の方が友達になったんですよ。で、いろいろ協力することにもあった、そういうことですね。小さい国、ちょっと名前言えないんですけど、いろいろ我々もですね、例えばかつて青年会議が非常に活発な時ありましたし、それから日本でもですね、ジェームス・ボンドじゃないけど、僕もですね、1970年代もうロシア大使館からね、お金まで持ってきて、で、僕はね、申し訳ないですけど、日本ではね、ダメだから、インドでやってくださいと。で、インドだったら大丈夫だろうということで、そういうことがですね、ありました。時代時代によって国の関心も違うんですね。それからあと世界、ソーシャリスト・インターナショナル・ユース国際社会主義大会、これが世界組織ですけど、ここにチベット青年会議に入れてくださったのは日本の同盟でした、宇佐美先生でした。それがチベット人にとって初めての国際組織に、チベット亡命政府の組織が入った。その時は本当に同盟っていうか、宇佐美先生たちが受かってくださいました。それからあと少しで南の非同盟諸国の会議に出席できたんですけど、あの時キューバが議長だったの。それでキューバは中国と仲が非常に悪かったので、でもある国から土壇場になって邪魔が入ってでできなかったんですけど、そういうことは可能だと思います。さっきの質問の方おっしゃったのね、中国の観光客になんか協力してほしいということでしょ、そういうことですよね。そうです。確かに正しいですよ。私、先生と知り合った天安門事件の後ですね、そうしたらね、先生からいろいろ先生の講演何回も聞いて、そうしたら、あ、チベットこういうことか。そしたら、20数年前に民主主義人権、当時私いろいろ主催でやってますので、先生を呼んで、うちのグループの会員に講演してもらったんですよ。そうしたらね、みんなびっくりしました。やっぱり先生の話聞く前に、ほとんどチベットの情報は中国共産党から得たものですよ。いわゆる、先生先に方便社会という、中国で方便社会よりね、もっと前の時期のね、日本人と多分奴隷社会ですよ。だから中国共産党ね、奴隷社会からね、チベット人解放してたと。
チベット非常に野蛮の国である。中国人本当そう思ったんですよ。やっぱりね、みんなね、これしかないと、そういう一方的な情報はね、信じちゃうんですよ。ただ共産党中国国内でやってることは我々知ってますからね、チベットでやってること本当に分からなかったよ。だから先生のおかげで初めて、あ、チベットこういう国だと分かったですよ。あともう一つね、中国のもともと上海の先人部署あった王ジャクボ先生、ニューヨークに亡命したんですよ。それ彼はね、86年に東小平に除名されたんですよ、共産党から。それからアメリカに亡命、天安門事件の後にまだ数年間拒否されて亡命して、私彼の家に泊まったんですよ、96年に。彼からね、彼は豚ら宮殿に行ったことあります。キシベットいろいろ回ってね、彼はね、豚ら宮殿見たらね、チベット山の国じゃないの彼は分かったですよ。またチベット人も非常に優しい、こんな優しい人間、野蛮というのはとんでもないとおっしゃったんですよ。確かにね、日本に来る観光客が多いですよ、中国人。年間400万超えてますけどね、どういう方法で、例えばビラとかで、ホリンゴをやってるようにね、ビラでやったりするか、あるいはどういう方法か、ちょっと、先生、ぜひ考えていただきたい。もちろん、中国語訳すのは少しできると思いますけど、あとね、一つ、高文雄先生にね、アジア自由連帯協議会にね、ぜひ台湾の方もね、先生の代わりに誰か進めていただければね、ぜひ、お願いしたいんですが、いかがでしょうか、先生。前にこう何が見えないのか、今も王さんも、ね、王さんも来てくれてますし、うん、先生も今度積極的に、金融ならば若干がこう、もっと積極的に台湾の方も参加していただきたいね。なぜかというと、我々ね、台湾のこと非常に関心を持ってますよ、協議会の方々。チベット問題もウイグル問題もね、中国民主化問題もそうだけど、台湾の問題すごく関心持ってますから、だからぜひ台湾人の生の声を聞きたいんですよ。よろしくお願いします。今ソレンさんからも話し合ったんですけど、僕はですね、多分民主化の人たちとレストランの2階で 2,3 回新宿といろんなところで場を設けてもらって、一生懸命話したことあるし、高円先生たちも昔は居酒屋とか並ぶの下とかで、当時は台湾運動の方が逆にもっと活発だったから、今いろんな先生とかいろんな人を紹介してくれたのは、そういうこの本当にね、小さい集まりでしたので、こういう場を借りて両先生に感謝申し上げたいと思っていますし、中国人で初めてですね、大勢の前でチベットに権利が中国を悪くとしたと言ってくれたのは総理さんだったんです。でその後に石平さんも言ってくれました。僕の場合には中国人と付き合うか付き合わないかということに対してもちろん関わりは持つけど、友達として付き合うためにはまずチベットが中国と違うということを認めてくれたら、お互いに対等な人間だから、そういう付き合いをずっとしてきてますので、これからもそういう形でやっていきたいと。でパンフレット配ることもします。でイリアムさんなんかに見て教授でありがとうございます。先生のお話、そういう今までの運動の事実、そういうものが、いいでも悪いでもね、それは伝える方が一番これからの運動に対して役立つと思いますね。ウイグル運動も同じだし、みんな言うのは自分の実績だけ、間違って何かあったこと一切言わないですね。だからその素晴らしい実績を作るためにみんなどういうふうにそこまで、届けるのか分からなくなって、運動はもう進まないことになってしまうんですね。やっぱり失敗も実績も上げて、
これからの若い者らにそれを続けるような道を、導く必要があるんですね。さっき先生、言ったのは私たち準備がないと。これはまあおいくらも同じく、例えば今月来月今年中国で何かあったら私たち何か準備あるかって言ったらもうあの答えがないですね。でもチベットは長い間自分の集団的に進む場所があるし、自分の議会があるし、まあその民主化の、その日程もねある程度進まっているし、ここまでなのに先生なぜ準備がないっていう話になったのか、それだけ、はい、文法っていうのがありますね、27か国民族でできている組織、それの一番最初はあのさっき三民族から始まったんですよ。でその中で東トキスタンとか10いくつかが独立しました。でその独立をするときに要するに相手と交渉するこちらの方がカードを持ってなくちゃならない。で彼らはそういうカードを持っていったんですよ。最初は我々の方がむしろね組織もあった。彼らはゲリラ活動をあっちでやってこっちでやって、で世界的に知られたリーダーもいなかったし、でもですね、結果的には僕から見るとね、彼らの方が最終的に相手の政府とテーブルについてピストルを持ってここに置いて話をした。まあ別にピストルを持つだけがいいとは思わないけど、でそれなぜかというと彼らの場合にはそういう決意と、もう一つは最終目標が何であるかということを明確にしているものが勝った。で最終目標が明確でないとですね、ただそのずっとアイランドなんかも長い間そうだったけど、あのそういう運動というのは運動としては確かにねもうあのなんとか続けるけれども、最終目標のために相手がテーブルでつくような環境を作らなければならないんですよ。その環境を作ることは今私たちはできてないということ。でそしてもし今中国が何かあったとしても、例えばもし中国が民主化したというのをしますよ。そしたら我々にとっていいかって言ったら悪いですよ。でなぜかというと今までは武力暴力で抑えたけど、今度名前だけで民主化とかになったらですね、世界に対しても私たちの主張がますますなくなるし、だそういう意味でのね準備がないということをちょっと言いたかった。で特にですねこの前あの何ヶ月もう何ヶ月じゃないね1年ぐらい経ったかな、あのブスマンさんとニューオータニーのトイレで会ったんですよ。僕昔ねどっかあったことしてるんだと思ったら東トキさん、あじゃなくてあの東チモルの大統領になったブスマンさんだった。最初ブスマンさんなんか僕はね名前もなんかちょっと変なブスマンとか言うからね、軽視してた。でもね彼らはでしかもね私は平和主義者、彼はあの武力でやってる。で同席するのもですねどうかと思うぐらいの人だったけど、彼らは独立でいる。でもちろんその裏にはオーストラリアの関係とかインドネシアとオーストラリアの関係とかそういうのがある。大国が関わらないとできないけど、大国に大義名簿を与えることが必要。そしてあえて例えば中国の中においても、その中国の指導者の中でもこれは何とかしないと中国にとっても大変な損だよというようなことを言わせるようなね、そういう運動は今ないということで、あの環境問題も人権問題もね本当にいいことだと思うんですよ。継続的にやる必要はある。だけど私たちは天国にというかその極楽浄土に行くんだったら、あの大乗仏教もね、あの南方仏教もいろんな道がある、密教もある。だけど下脱するっていう目的がはっきりしてる。だからその下脱っていう目的が今チベット人の何がそれの目的かということを考えると、僕からすると出発点は独立だった。でしかも今の中国が我々民族に対して対等平等で
預かっているんだったらそういう問題はないですよ。私たちがいくら叫んでもね、いや私たちは今の幸せだから、あの勝手にそんなこと言うなんて逆にあの怒られると思うんですよ。だけど今それがない限りにおいては、中の人たちの声、そして中の現状を変えるためには、やはりそのそういう道はいろいろあって、僕は決してですね、今やってることがあのさっき仏教も含めていいと思いますよ。先生、仏教おかげでですね、あの世界中にあの仏教の評価を変えたのはある意味ではチベット仏教だと思いますし、でそういう意味での貢献は非常にあります。だけどそれは究極的な目標として、少なくともチベット人にとってそのターゲットが何かということと意味、それがちょっと今準備がね足りないんじゃないかなということ。で多少僕はね、今日自分の後輩に対してメッセージも送ってるんですそういうことです。では最後の締めとかお待ちありがとうございます。今日はあの、今後の運動展開ということで、あの非常にこう関心を持って本日参加していただいたんです。で、あの私は、まあ、チベットの皆さんがそのもう完全独立ということを、まあ、はっきり言うべきだと、私は多分10年ぐらい前からあのさっきちょっと確認したら、あの私は最初に先生をお招きして自分の都議会議員初当選した勉強会、2008年の5月に先生を招きして中野で勉強会で、その時以来支えながら自分のホームページにチベットの国旗をずっと掲げてるんですね。私のホームページ日本の日の丸も掲げてないんですけどチベットの国旗だけが挟めていて、そういう変わったホームページなんですけれども、で、まあ、自分の近所の人にも、チベットが独立を侵されて支配がないという、まあ、チラシとポスターを巻いたら、まあ、ある息子さんが中国人と結婚したってお家から、ポスター剥がされちゃったんですけども、まあ、そうやって、まあ、自分の票を失うことがあっても日本の国家と、それから、まあ、世界の自由と民主のために私もそちらから頑張っているんですが、当のチベットの方が完全独立を言っていただけないとですね、その何を応援した最後の究極の目標は何なのかということになってしまうなと思います。で、もちろんダライ・ラマ・ゲイカがその自分の言動がもう国内にいる、まあ、支配下にあるチベット人の一人一人の命に直結するから言えないからこそ、外にいるチベットの方がゲイカはああしか言えないけれども、我々は 100% 完全独立を求めているんだということを世界中の人が少しも疑いなく信じるような状況を作ることが今後の運動展開で一番大事なことだと思うんですね。で、今度多党制のお話もされました。やはりその国内ではなくて、まあ、インドにあるその亡命政権の作る議会は必ず一定の勢力が完全独立を求め、でそしてそれがダライ・ラマ法がいるから抑えられているんだという認識を中国政府に持たせて、ダライ・ラマがいた方が中国に得なんだと、抑えが、要するに例えばマッカーサーが日本に来て天皇を廃させるんだったら百個手段を送ってくれと、どれだけ日本人を抑えきれないと、そういう状況をこれから作っていただくことが今後の運動展開の一番大事なことなんじゃないかと生意気ながら思いますので、先生のご質問です。先生のおっしゃる通りで、まあ、でも先生ね、一つはね、チベット人と一杯飲むとみんなプラチナなんですよそして乾杯すると乱税になる、なんか店の名前つけるって言ったら乱税つけたり、決してですね潜在意識の中でないわけではありません。でだけどその潜在意識のあるものをどういう形でできるだけ最小限の犠牲を、今おっしゃったように結局犠牲払うのは中にいる人たちですよ。でそれを考えながらどういうふうにやっていくかということは、
もう今日の一つのテーマのところで、それはこれから、まあ、先生もぜひですね、他のチベット人と特にお正月に行けばね、大体みんなお正月の時は来年はチベットでとかって言ってるんですね。で今はおそらくみんなですね、自由っていう言葉を使ってます。この自由っていうのはチベット語で、これもラワンっていうこともある意味では自決あるいは自由、意味がある方に取れると思います。そういうことで、先生のおっしゃるように、ね、そろそろ潜在的に持っているものをもうちょっとこう形に出すということも、さっき言ったその中国との交渉する上でのカードとして当然必要になる。だからおそらくですね、法王も今回初めて中国に対して法王らしくない発言でですね、強硬派の人たちはメソが自分足りないということをおっしゃったこともですね、もう本当に法王も疲れてきてると思うんですよ。今まで中国と対話して、中国と仲良くさせなさい、中国人を憎みはいけないとずっと教えてくださった。少なくても僕はですね、今60何年生きていて、法王が中国に対してですね、公の場でああいうことをおっしゃったことはないと思いますね。それをまあこれから国民の人たちがどう読むかということ、それから先生、日本の国旗一緒に上げてください。ただの絵になっちゃうから。主権国家は日本の国旗と一緒になるのは国旗になるけど、それじゃなくてただの絵になっちゃうから。そういうのが先に言わせてたんですけど、去年今年から国際情勢が大きく変わったことをチベットの方も認識していかないと、もう例えばイギリスが EU とかに離脱するとかですね、で、まあトランプをどう受け止められるかなかなか難しいんでしょうけれども、やっぱりその国際的にその統合 この国際情勢から、まあ、それぞれ主権国家の、まあ、復権というか、あるいは民族自決の、再評価というか、こういう状況世界中がなっているので、従来よりもこう主張しやすいし受け入れられやすいと思うんですよ。今伸ばす気はないというか、伸ばしてはいけない。先生おっしゃる通りですね、世界全体も波があるんですよ。ある時点ではみんな共産化されたり、で今まさにですね、そういう意味では民族国家、あるいは それぞれの国がまず自国が主権をしっかり持って、そしてお互いに、まあ、トランプさん的に言うとですね、お互いの国益を尊重し、そして一緒にやるというようなことが、ですからおそらくですね、今世界全体の流れとしても少し、まあ、耳寄りっていうんですかね、世間で言うの方で有利に動いてはいると思うし、そういうのは多分チベット人、私たちはね、小さい国よりも大使館多いですよ、代表部。これもですね、亡命政府の一つの実績でもあると思うんですけども、そういう意味では今おっしゃったようなことをですね、僕の友人の元議員がこうおっしゃったということを伝えたいと思います。で、私が一人のチベット人としてこれから特に頑張りたいのは、やはりその各民族との、信頼関係の土台作り、これにちょっとですね、個人としてチベット人として頑張っていきたいと、それが、まあ、今後やっていきたいと思います。では以上で、質疑応答は終了させていただきます。ありがとうございます。続いて、今日 SFT の通年フォーフリーチベットの、ゼリーさんが、缶バッジを持ってきてくださいました。ご希望の方に差し上げるということですので、ぜひこれ欲しい方持って行って、チベットをアピールしてください。で、明日大使館合理とデモがあるんですよね。明日まあ、昨日で第58回チベットの記念講義になりましたけど、で明日来日チベットのコミュニティとして新宿で1時半から講義のデモがありまして、もし皆さんが時間がそこあればぜひ参加してください。ありがとうございました。今インドで新興宗教ですけれども、一番大きいと思うので、モディ首相に一番影響力のあるシリシリ・ラビシャンカーという人が
今日本に来て4月1日にですね、彼はチベット問題についても非常に積極的に支援しているんです。で、普通は2500円ですけど、ただでチケットをもらいましたので、呼吸法とかヨガに関心を合わせていましたら、チケット2500円払わなくていいです。もらいましたので、後で言ってください。ありがとうございました。最後にちょっと報告がございます。事務局の三浦から最後に一言で報告をして閉会とさせていただきます。次回の講演会ですが、4月22日の土曜日、次は今日も、参加していただいておりますが、西村公友副会長より講演をいただきます。4月22日の またホームページに、出しますけれども、会場時間等々は出しますが、22日の午後から行いますので、よろしくお願いいたします。そしてもう一つですね、先ほど紹介が質問していただきました吉田浩一郎副会長、一応立っていただいた方がいいんですよね、3月22日、尖閣は守れるのかという吉田浩一郎さんの政治経済勉強会日本の心タウンミーティング、3月22日の夜7時から中野区で行います。チラシを持っていない方は吉田さんからもらうなり、吉田浩一郎さんのホームページを見てください。これ日本の心タウンミーティングとありますが、尖閣の問題はこれ日本全体の問題ですから、日本の心ということではなくて尖閣を守ろうという人はぜひ行っていただけるとありがたいです。なぜかと言いますと、この日はですね、もちろんいろんな評論家の方の意見も大切なんですが、織田国を元空将、現場の自衛隊のいろんな矛盾を知ってる、これでは守れないという人の話を聞くことができます。そういう機会はあんまりあるようでないので、しかも何度も何度も多分喋れないんですから、実は、この日、私は通称事件の学習会をやっておりまして、俺の嫌がらせかなと思ったら、まあ、そういうことは言いませんので、私が行けない分、皆さん行っていただけられる必要がありますからね、ぜひ、通称事件の方は、あんまり大きな声では言いませんが、そのうち本にしますので、空所の話はなかなか形になりにくいですから、皆さん、ご注意優先して、森田さん、森田先生、失礼しました。織田先生のお話です。ぜひこちらの方にもご参加ください。そして今日は実はさっきちょっと宇佐美忠信先生の名前がちょっと出ましたが、もう、天国に旅立たれた方ですけれども、かつて同盟民社党の、労働運動の日本での民主社会主義の労働運動の草分けの方です。この方がチベットの人たちにそういういわゆる大忍者というんですけどね、民主社会主義の労働組合の方に運動の方に参加させていただく。実はペマ先生はその時から、その前からですけど、今の中国とか、ある時期のロシアみたいにひたすら資本主義で行っちゃったら、アジアはむしろめちゃくちゃになってしまう。ある程度労働者の権利とか、グローバリズムというまでは言いませんけど、あんまり企業が勝手にやれるような世の中っていうのはアジア人に合わないということで、民主社会主義の問題をずっと勉強してこられました。ですから、でも先生の場合、共産主義の反対というのも、その系列から学んだことがとても多くて、反共というよりも、自由だけでもやっぱりダメだなということだな、民主主義だけでも教えしたらダメ、といったことをずっと、考えてこられた方で、その後ろに座っておられる方、中村慎一郎先生、この方は、その手間先生の、時代からですね、ずっと民社の住民として頑張ってこられた方です。一応ご紹介の中村慎一郎。先ほどもうご紹介、もうここにいらっしゃる方全員ご存知と思いますが、甲府雄先生。もう今更特に言うこともないんですけど、甲府先生がいない昔書いていたことを大体みんな今コピーして台湾のことを論じているんですね。それぐらい先駆者の台湾青年時代からの、台湾独立派の本当に草分けの方で、もう甲府先生に敬意を込めて拍手を。懇親会です。今日発言なさった皆さん、あとそれと先ほどもお話がありましたが、ソーリンさん、イリハン・マハムティさん、東京議会の副会長です。ソーリンさん、神田でお店もやっております。ソーリンさん応援したい人はぜひ神田のソーリンさんの店に行っていただけると、収入が増えるとその分ソーリンさんが我々の会にバッチリという点でも言っていただけるとありがたいことと思います。実は
こうやって地道に見てをやってきちんとした商売でやってくれる人が中国の民主党でやってるってことがものすごい説得力になるんですよ。そういう点でも大事な方ですので、日本に来て神道の勉強をすごくされて、靖国神社にいつも着物で行くので、もう私より日本人になる、まあ、そういう総理さんです。あとお隣のリハムさんもこれはいつも皆さんご存知で、最初にやったから偉いというふうには言いませんが、最初に自分のお名前を出して、そしてウイグルの問題やったのはこの方です。で、人前で顔を出してやったのもこの方です。そして今 SFT で頑張って、SST の明日のデモにもですね、このバッジを持っていく方はやっぱりこのバッジをつけて明日のデモに行っていただくといいんじゃないかと思うので、ぜひお願いします。最後に後ろで撮影をしてくださっているお二人、吉田さんのサブしてくれてる方ですが、今日のお二人は記録係だけではなくて台湾生命運動のために今日ここに来ておりますので、次のオリンピックでは、台湾という名前で選手団に更新させようという、そういう署名運動と、呼びかけをやっておられる方です。そのことに興味のある方はちょっとお二人に話しかけていただいて、その台湾今日署名用紙も持ってますし、はい、署名いただいたんですが、先ほどですね、総林さんからアドバイスいただいて、今日は白紙のは 7,8 枚しかないんですけども、これを持って帰るからこういう時にたくさん持ってこいと言っていただきました。それでですね、ここに送り先書いてありますので、皆さん10枚10人分集まらなくても送っていただいたら、今度私たち該当署名の時にこれを残りを完成させますので、1人でも2人でもサインしていただける方いらっしゃいましたら今日お持ち帰りください。では この署名が1個でも増えれば、2020年に台湾という名前で選手団が更新できます。その時にチベットという名前で選手団が更新できて、ウイグルという名前でできて、モンゴルという名前で、みんなが更新できるようになれば、アジアは本当に平和の国になっていると思います。では最後に、今日の司会と、いつも、この協議会に花を添えていただいてシンガーソングライターの文江さんシンガーソングライターの ちょっと時間をオーバーしましたが、どうもありがとうございました。それではこの後すぐ近く の、十字路のよく8月15日にわーってなる十字路の上の串八珍で予約しておりますので、この後、懇親会行かれる方は、一緒に、参りましょう。またこのバッジ欲しい方、一旦こちらに来ていただいて、で写真をバッジと一緒に皆さんで撮っていただければと思いますので、よろしくお願いします。それではこれで終了とさせていただきます。ありがとうございます。